皆さんこんにちは、ナビゲーターのマッキーです。熊本オンライン移住フェア、熊本移住大作戦、ここからは本日2回目の市町村特集をお送りしていきます。それでは参加していただきます市町村の担当の皆さん、ご紹介していきます。まずは天草市地域政策課の山中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて水俣市企画課の鬼塚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3人目は大和町山の都地域仕事センターの金瀬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速なんですが、それぞれの市町村について、紹介をお願いしていきます。まずは天草市の山中さんからお願いします。はい、天草市で移住定住支援の担当をしております山中と申します。よろしくお願いします。私自身、天草市出身ではあるんですけど、福岡県の方で6年間生活しておりましたので、移住とまでは参りませんが、出身地である天草市の、人の温かさが恋しくなって戻ってまいりました。今日はですね、移住を検討されている方にとって、移住は人生の、一大イベントだと思いますので、天草市のいいところだけでなく悪いところも含め、天草市の魅力としてお伝えしていきたいと思います。早速ですが、天草市は熊本県の南西部に位置しておりまして、面積は約683キロ平方メートルということで、熊本県内一の広さを誇ります。人口は約7万8千人、高齢化率 40.3% ということで、どんどん少子高齢化が進んでいる地域ではあるんですけど、最近ではですね、若い世代の方も U ターンや移住をしてきてくださっておりますので、私としてもこれからですね、移住者の方と一緒に天草市をどんどん盛り上げていこうと思っております。天草市の気候としてはですね、年間を通して暖かいんじゃないかなと思われがちなんですけど、夏は全国平均と同じぐらい蒸し暑くなりますし、梅雨や台風の被害も受ける地域です。またですね、冬には数年に一度ではあるんですけど、雪も積もったり、春には黄砂とか花粉の被害に苦しんでいる方も中にはいらっしゃいます。ですが、それも含め天草市の四季を目いっぱい感じていただけることが魅力となっております。天草市の代表的な観光地としては、皆さんがイメージされている方もいらっしゃると思うんですけど、水平線を一面に見渡せる海はもちろんのこと、2018年に世界文化遺産に登録された佐吉集落やイルカウォッチングなども楽しむことができます。先ほど天草市は県内一の広さを誇るとお伝えしましたが、都心部と比べてみると、だいたい東京23区より少し大きいぐらいの面積になります。なので、天草市内を一周するとなると、車で半日以上はかかってしまいます。そして、島だけど島じゃないということで、中には五所浦地域という離島もあるんですけど、天草市は上天草市にある6つの橋と、天草市の上島下島を結ぶ天草瀬戸大橋で九州本土とつながっておりますので、完全な離島ではございません。なので、通販で買い物をした際にも離島料金などは発生しませんので、ご安心ください。また天草市には鉄道がありません。鉄道がありませんが、飛行機や船があります。飛行機だと阿蘇熊本空港まで約20分、天草、福岡間だと35分で移動が可能です。また隣の県になりますが、長崎県と鹿児島県まではフェリーでだいたい30分くらいで移動が可能になっております。天草市民の主な交通手段は自家用車になっております。逆に言ってしまえば、自動車がないと不便な地域も不便な場面も多いことが天草市の特徴になっております。そして、何といっても天草の魅力といえば、海があり山があり町があるということで、熊本県内一の広さを誇る天草市にはいろんな地域があります。それぞれに素晴らしいところがたくさんあるんですけど、街中にはイオンやユニクロ、
ツタヤやマクドナルドなど生活に必要なものは何でも揃いますので、程よい田舎暮らしをご検討されている方にはちょうどいい環境だと思います。また天草市は18歳まで子どもの医療費が無料であったり、自然と触れ合える環境や、そして子どもたちを地域みんなで見守ってくださるので、子育てにもとてもいい環境だと言えます。天草市のいろんな制度についてご紹介すると、住まいの支援としては現在約100件程度の紹介可能な物件が登録されている空き家バンク制度であったり、空き家の改修に必要な経費を補助する空き家活用事業補助金、また天草の暮らしを実際に体験することができるお試し住宅も整備しております。それから暮らしの支援として、移住後3年間の定住を条件に天草市内で利用できる商品券を交付する定住促進奨励金も交付しております。また先ほどもお伝えしましたが、18歳までの医療費が無料という制度もございます。お仕事の支援としては、農林水産業の研修制度だったり、起業などをお考えの方がご相談いただける窓口もあります。こういった制度や先輩移住者のメッセージなどは天草市の移住定住サイトである天草ライフに掲載しておりますので、天草市に移住を検討されている方はぜひ天草ライフで検索してみてください。こういった施策を実施してきた結果、現在では約年間100人程度天草市に移住をしてきていただいております。天草市の就労環境としては少子高齢化が進んでおりますので、やはり医療福祉関係の求人割合が一番高いのが現状です。生活していく上で仕事も重要なんですけど、移住者にとっては地域との関係づくりが一番大切なので、天草市としては移住を決められた方を地区の代表者の方や支所のまちづくり担当の部署にご紹介し、地域との関係づくりのサポートまで行っております。天草市へ移住した先輩移住者の皆さんは、今回ご紹介しているのは農業をされている方の写真が多くなっているんですけど、農業だけでなくゲストハウスだったり民宿やカフェなど様々なことにチャレンジしておられます。最後に天草市には海の幸や山の幸を堪能できるスポットがたくさんあります。また地域の方も温かく迎え入れてくださる方がたくさんいらっしゃいますので、天草市に移住を検討されている方はぜひ一度天草に来ていただいて、実際に天草の風を感じていただければと思います。はい、ありがとうございました。実際に山中さんは天草のご出身で、だけど福岡の生活が長くて、で福岡を経験してから天草にお戻りになったわけですけど、天草の良さっていうのは改めて気づいたところとかありますか？やっぱり人の温かさですね。先輩移住者の方も言ってくださってたんですけど、天草に来て思いがけない出会いであったり、人生が真逆に進んでいくような面白さがあると言ってくださったのが、私としてもちょっとグッとくる言葉でした。予想以上の何か人生にインパクトがあったっていうよう なんか嬉しい裏切りみたいなことが ね、あったのかもしれないですよね、はい、いろんな出会いがありそうですもんね、はい、そして天草というのはやはり海に囲まれた非常に美しい地域というのもあるでしょうけれども、移住の方がすごく多いと伺ってますけど。そうですね、年間約最近だと、100人ぐらい、移住をしてくださっております。だいぶ多い数じゃないかと思うんですが、そういう方たちは主にどういう職種だったりどういう生活をされてるんですか？ですね、先ほどもご紹介したように、農業で柑橘系の植物を育てていらっしゃったり、あと最近増えてきているのがゲストハウスをされている方もいらっしゃいます。で、天草市にはですね、空き家の改修をする際に、空き家改修費用の半分の助成をしていただける制度もありますので、そういったものを使って空き家を改修される方もたくさんいらっしゃいます。やっぱり地方の課題の一つとして結構空き家問題ってあると思うんですが、年間100人の方が移住してこられて、
ある程度の割合ではそのこう空き家のまた活用というのも結構多いんですか。空き家を活用してこうお住まいになったりとか。そうですね、大体あの空き家バンクに登録してある物件っていうのが、ほとんど改修が、必要な物件になりますので、ほとんどの方が、改修補助金っていう制度を使ってあの空き家を改修してからお住まいになられてる方が多いですね。空き家バンクの中には結構あるんですか、件数は。そうですね、今現在でいうと100件程度登録してあります。じゃあ割とこう動きますよね、その100人近くの方が、ね、移動してこられて、はい、結構な数で空き家を利用してもらえるということになると、その元々の地域のメリットにもなりますね。そうですね、空き家だった場所にあの移住者が来ていただけることによって、その町がどんどんあの賑やかになっていきますので、どんどん移住者の方をお待ちしております。はい、ありがとうございました。それでは続いて水俣市の鬼塚さん、お願いいたします。水俣市で移住定住の担当をしております鬼塚と申します。今日は水俣市の魅力を少しでも皆さんにお届けできたらと思います。水俣市は熊本県の南端、鹿児島県との県境に位置しております。現在人口は約2万4000人程度で、年々人口が減少していっております。市の西側には白根海に面しており、晴れた日には海の向こう側に天草の島々を眺めることができます。日本の地中海とも呼ばれる温暖な気候を生かして、デコポンや甘夏などの柑橘類の栽培が盛んに行われています。またこれまで水俣市は環境に対する取り組みを、さまざまな取り組みを行ってきまして、そういった内容の提案、国への提案内容が評価されまして、今年の7月には県内で3番目となる SDGs 未来都市にも選定されております。水俣市の将来像、みんなが幸せを感じ、笑顔あふれる元気な町を目指して、これからも移住に対する取り組みをはじめ、さまざまな取り組みを行っていきたいと思っております。そんな水俣市は海や山に囲まれた自然豊かな町で、海には白根海を一望できる湯の湖温泉、山には歴史情緒あふれる湯の鶴温泉の2つの温泉街があります。夏には海水浴場で遊んだ後に湯の湖温泉へ、秋には山でもみじ狩りをした後に湯の鶴温泉へというように、違った雰囲気の温泉を楽しむことができます。市民の方はもちろん、近隣の市町村にお住まいの方にも利用されています。都市部に住まれている方は旅行先などで温泉に入るという方が多くいらっしゃると思いますが、水俣市では特別な日だけでなく、仕事帰りに温泉へ行ったり、休日に家族と温泉へ行ったりというように、温泉を身近なものと感じている方も多くいらっしゃいます。さらに水俣市では四季折々のイベントや季節ごとに咲く美しい花々を楽しむことができます。今出ている写真はエコパーク水俣で開催されているローズフェスタの一部なんですけれども、春と秋に春バラ、秋バラとそれぞれですね、約800種5000株のバラが花を咲かせます。こちらの写真は7月に毎年開催されているんですけれども、水俣市の風物詩でもある連流祭というお祭りです。お昼には仮装をしたり、おみこしを担いだりするなど、さまざまなジャンルの参加者が集う市民パレードが、夜になると浴衣や法被を着た参加者が水俣ハイヤ節、水俣音頭の曲に合わせて踊る市民総踊りが見どころです。私も保育園に通っていた頃や、小中高、そして社会人となった現在でも参加をしています。その他にも和紅茶の飲み比べや水俣スイーツが楽しめる和紅茶サミット、近年注目されているマリンスポーツサップの体験会も開催されています。今回紹介したイベントの他にも、子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。今年は新型コロナウイルスの影響でほとんどのイベントが中止になったんですけれども、来年はイベントが開催できることを願って、またたくさんの方々に
水俣のイベントを楽しんでいただけるようになってほしいなと私も思っています。水俣市は豊かな自然、温泉や楽しいイベントが体験できるだけでなく、新幹線の停車駅や高速道路のインターチェンジがあり、交通の便が良いことも水俣市の魅力となっています。熊本市内や鹿児島市内まで新幹線を利用して30分ほどで行くことができるため、水俣市から通勤や通学をされている方もいらっしゃいます。まずは、水俣市へ一度お越しいただき、水俣市の魅力を全身で感じていただいて、移住先の候補にしていただきたいと思います。そしてここでお知らせなんですけれども、出版社の宝島社さんが毎月発行されている田舎暮らしの本というものがあるんですけれども、でその中で毎月各市町村の移住者を紹介しているマッポ市熊本という記事が、特集記事がありまして、そこの1月号に水俣市の移住者が、紹介される予定となっております。こちら12月に発売予定となっておりまして、水俣市の魅力もこちらでたくさん感じ取れると思いますので、そちらもぜひご確認していただきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。まあ、水俣というと結構距離感があるのかなと思いきや、最近新幹線がありますので、新幹線乗ったら本当熊本市からもすぐですよね。そうですね、私も今日熊本市まで新幹線で行ったんですけれども、もう30分もかからないぐらいで来ることができます。じゃあもうせっかくの出張も泊まりじゃないわけですね。はい、今日は日帰りです。もう日帰りで帰っちゃうわけですね。はい、で鹿児島にもね、もうすぐ行けますし、で水俣というと、まあ、歴史的なことがいろいろありますけれども、でもだからこそ環境に対して非常に意識の高い土地ですよね。そうですね、ゴミの分別なんですけれども、今水俣市ではですね、23種類にゴミを分別しておりまして、こちら水俣市に住んでいる方も当たり前のような感じですね。小学生や中学生も子どもの方もですね、もう毎日家で分別っていうのが当たり前になっていますね。まあ、そういう意味じゃもう SDGs のね、なんか最先端なんじゃないかっていう気もしてくるんですけれど、また水俣っていうのは非常にこう面白い地域だなと私は思うんですが、まずなぜだか分かりませんけど、あの地元のミュージシャンの方たちがとても盛んで、すごいこうコミックバンドみたいな方たちもいれば、あのスカバンドみたいな方たちもいるし、歴史的にはあの村下幸三さんのね、初恋っていう、まあ曲にちなんで、その初恋ストリートみたいなのもあったりして、で割とこう音楽に対する意識が高いといいますか、結構皆さんお好きですよね。そうですね、あの先ほど申し上げた和紅茶サミットとかいろんなイベントがあるんですけれども、その中でですね、地元のバンド活動をされている方とかがステージで音楽発表されたりという場もよくあります。ありますよね。はい、なんかこれまでこう地理的に熊本の中心地と遠かったからこそのできてきた文化みたいな面白さがありますよね。そうですね。はい、うん、そしてあの私が好きなのは、水俣ってものすごくこう甘いものがいろいろあるんですよね。はい、そうですね。ご存知の方も多いかもしれませんけど、あれ熊本のものじゃないと思っている方もいらっしゃいますけど、宝楽饅頭とかね。はい、水俣市が日本店があるのでですね。そうですもんね。白のあんこが好きなのか黒のあんこが好きなのかっていうのが、熊本県民はいつもそれで揉めるっていうね。どっちだっていいじゃないかっていうね。まあ、そういうわけにいかないんですね、私たちとしてもね。だ本店がありますから、ぜひね、なんか美味しいもの他にもあの三木もなかとか、ね、まあ、ケーキ屋さんなんていうのもいくつもあったりして、結構こう食も楽しめる場所であるというね。そうですね。はい、そして鬼塚さんが保育園から参加しているっていうね、連流祭ですか。はい、あれもあの恋っていう名前、あの頭に漢字ついてますけど、あれはその村下幸三さんの初恋から来てるとかっていうわけではなく、それもあると思います。あるんですかね。はい、なんか結構こう恋が生まれる場所みたいなロマンチック感もありますよ ね、 ですね。後ろのポスターにもですね、あるんですけど、恋人の聖地、はい、これエコパーク水俣っていうところに、はい、あるんですけど、恋人の聖地っていうところでハートのモニュメントが立ててありまして、うん、まあ、高校生とか男女でここに遊びに行ったりとかよくされてるのを 見かけますね。見かけるって、鬼塚さんもあのずっと水俣で育ったっていうことですから、1回や2回は。そうですね、まあ、友人と遊びに行ったりとか。友人って方で、ね、いろんな方ご覧になっていらっしゃいますから、ありがとうございました。
それでは最後に大和町の金瀬さん、お願いいたします。はい、こんにちは、大和町から来ました、山の都地域仕事センターの金瀬と言います。よろしくお願いします。大和町は、ちょっといろんな写真を詰め込みすぎたんですけど、一番左上の地図を見ていただくと、大和町九州のですね、中心にある、町です。で、上が阿蘇で、まあ、熊本市にも、ちょっと近いというかですね、もうほとんどど真ん中の、山あいの町です。で、右下にですね、美しい棚田の風景と書いてありますけど、このようなですね、棚田があったりだとか、もう山の中で、自然いっぱいのところです。で、上の、7月7日石橋がありますけども、今年7月にですね、熊本地震から、通潤橋というですね、水路橋ですね、水路橋があるんですけども、その水路橋が、熊本地震が今年7月にですね、放水が再開されました。はい、と、一番左下の、紅葉の写真なんですけども、四季の移り変わりがですね、山がたくさんあってとても美しいです。はい、で、大和町ですね、天草さんとかですね、水俣市さんのようにですね、海はないんですけど、美しい川があります。清流が、多くあってですね、たくさん、まあ、たくさんの自然に、囲まれた地域です。はい、大和町の、何といっても特徴として、今、町でも推しているのがですね、有機農業がですね、ナンバーワンの町、大和町というところです。有機農業というのは、科学的に作られた肥料や農薬を植物に与えないで農作物を作るという方法です。で、この有機農業の有機ジャスというですね、まあ、国が認証制度というのをですね、制度を作ってやっている有機ジャスという認証制度があるんですけども、その取得者の事業者数がですね、全国で自治体単位でですね、一番多いということが調査で分かりました。昔からですね、比較すごく、有機農業に対してですね、まあ、暑い地域であったり歴史があったりだとかですね、生産者さんが多い地域で、有機農業をですね、営みながら暮らしている方がたくさんいらっしゃいます。昔からですね、されている、60代70代の世代から、今ですね、移住をして、有機農家を目指そうとする、20代30代40代の世代が、大和町に来てですね、有機農業をしたいということで、多くの、新たな担い手、大和町のですね、農業の担い手として、やって移住して、やってます。離農率も、農業をやめてですね、農業から離れるっていう率もですね、低く、約ですね、50品目の有機野菜を、いろんな野菜をですね、生産して、みんな、有機農業をですね、町としてもバックアップしながらですね、有機農業を生産しております。はい、はい、で、移住に関してなんですけども、私が、所属しております山の都地域仕事センターというところでですね、移住のですね、ことをですね、サポートします。有機農業だけじゃなくてですね、いろんな方がいらっしゃいます。移住してきてカフェをしたりとかですね、移住してきて、まあ、IT の会社をですね、サテライトオフィスを作ったりだとか、お店を作ったりだとか、いろんな方が、農業をされているところであります。はい、で、まあ、その方々が、まあ、大和町に来てですね、まあ、移住しやすいように、山の都地域仕事センターで、サポートしていただいて、サポートさせていただいているところです。はい、どんなサポートをしているかというと、空き家の入居サポートですね、空き家に入りたい方の、空き家の、まあ、入居からですね、またその後までですね、そういったところのサポートをさせていただいてます。あと、次に農業研修ですね、農業も、
どういう形でですね、農業に入っていいかわからないという方もいらっしゃると思いますので、研修を通じてですね、農業の知識、技術を習得していただいて、有機農家さんになっていただくというところをやっております。はい。また移住者交流会やですね、体験ツアー、その後のですね、移住のサポートですね、そういったものもやっております。はい。大和町にですね、移住をとかですね、大和町に興味を持たれた方はですね、まずは山の都地域仕事センターにですね、お問い合わせいただくと、ありがたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。大和町、さまざまな見どころがあるわけなんですが、有機農業で移住してこられる方が多いんですね。そうですね、近年大和町インターネットで検索をすると、有機農業が盛んというのが結構出てくるみたいで、で、大和町に行ってみようということでですね、来られて、はい、有機農業を、スタートされる方が結構いらっしゃいます。そしてありがたいことに、その農業から離れる方も少ない、農業続けていかれる方は結構いらっしゃる。そうですね、有機農業は結構、特殊というか、普通の、一般栽培とは違いますので、結構、売り先がない、場合が結構、他の自治体だとあったりだとか他のところだとあったりするんですけども、室町は、売り先がとてもたくさんあるんですね。有機農産物を、たくさん、出荷できる団体がたくさんありますので、そういった、のが後押しになって、作れば売れるみたいな、というところがあるのかなと思います。やっぱりこうビジネスとして生活がこう継続していくっていうのは大事ですよね。そうですね。はい、ありがとうございました。さあ、それでは続いて質問をさせていただきたいと思いますが、ご担当者ならでは そのそれぞれの地域のおすすめスポットであったり、視察でこれからお出かけになるなんていう方も多いと思いますので、おすすめスポットとかこれはぜひ食べていただきたいとか、そういうものがありましたら教えていただきたいんですが、まずは天草の山中さん、お願いします。はい、天草市のおすすめスポットとしては、天草西海岸から見渡せる、真っ赤な夕日が一番のおすすめです。私も、28年間生きてきてですね、天草市に住んでいたのにこんなのも知らなかったのかと、反省してしまうほどすごい絶景が見られる地域があります。あとはですね、天草市の、一番のおすすめの食べ物としては、やっぱりお刺身が一番おいしいです。先輩移住者の方も、天草のお魚はピカイチと言ってくださるほど天草市のお魚はとてもおいしいので、ぜひ天草市に来られた際には、夕日を見て温泉に入っておいしいお魚を食べて天草市を堪能していただければと思います。天草西海岸の夕焼けって本当綺麗ですよね。下田温泉から先あたりとかね、はい、すごい絶景です。はい、続いて水俣の鬼塚さん、お願いします。はい、私が水俣市に皆さんお越しの際はですね、ぜひ行っていただきたい場所が、先ほども少しご紹介したんですけれども、やはり湯の湖にはぜひ行っていただきたいなと思います。海水浴場なんですけれども、夏になるとたくさんの方が泳いだりされるんですけれども、泳がなくてもですね、写真を撮りに来る方だったり、周りを散歩されたりする方もたくさんいらっしゃいますので、私も今年はですね、コロナの影響であまり出かけたりとかができなかったので、友人とですね、湯の湖に行って写真を いろんなところで写真を撮ったりっていう風に楽しめる場所なので、ぜひ一度来ていただきたいなと思います。そして、水俣市でぜひ食べていただきたいものなんですけれども、今年移住された方がですね、オープンされたカフェがありまして、サンドイッチだったりコーヒーをメインに提供しているんですけれども、ケーキだったりお酒もですね、用意してますので、子どもから大人まで楽しめるカフェとなっておりますので、ぜひ行っていただきたいなと思います。鬼塚さんならではですね、女子ならではといいますか、映えるスポットとおしゃれカフェみたいなね、ぜひね、訪ねていただきたいですよね。はい、それでは大和町の金瀬さん、お願いいたします。はい、大和町は何といってもやっぱり通潤郷だと思います。先ほど写真でご説明したんですけども、水が通っている、石橋ですね、そこから
大体日曜日の、ホームページで検索してもらえば通潤橋の放水カレンダーというのがあるんですけど、そこの橋の真ん中からですね、水がこうドバドバーっと放水されるんですね。でその放水を、まあ、とても迫力があるのでぜひですね、まあ、見ていただきたいというのがあります。はい、と、グルメですかね。グルメは、その通潤橋の近くにですね、ラーメン屋さんがあってですね、おちかラーメンというですね、九州の人では結構有名なラーメン屋さんなんですけども、まあ、うちの町でなかなか行列ができる商店お店はないんですけど、そこの、ラーメン屋さんはですね、土日に行列ができるという、まあ、土日じゃなくても行列ができたりするんですけど、そういう行列ができるようなラーメン屋さんがあります。味もとても美味しいし、おばちゃんもとても愛想が良くて、絶対話しかけられます、おばちゃんに。どっから来たのどうとか言って、はい、まあ、そういうラーメン屋さんがあります。はい、おちかラーメン、確かに 名物店ですよね。食べられたことあります？あります、あります。 あの辺りにロケに行ったら必ずスタッフ もうみんな行きたがって、であそこおばちゃんも気さくですけど、おじちゃんも気さくですもんね。そうですね。だからお店の雰囲気がまたこう三丁目の夕日的なね、ちょっと懐かしい雰囲気で、ぜひ行っていただきたい。もうあそこもある意味映える スポットですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお時間になりましたので、移住を考えていらっしゃる皆さんに、まあ、アドバイスも含め一言ずつメッセージ頂戴してよろしいでしょうか。それでは天草市の山中さん、お願いします。はい、天草市では、移住を検討されている方のために、丁寧にサポートしていくために、移住を実際に経験された方を移住定住コーディネーターとして、男性2人、女性1人の計3名配置しております。3名ともとてもお話し好きな方でいらっしゃいますので、市民になってご相談に対応してくださいます。天草市に移住をしてみたいな、や空き家物件をちょっと探してみたいっていう方がいらっしゃいましたら、平日限定にはなってしまうんですけど、電話やメール、オンライン相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。よろしくお願いします。天草の山中さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて水俣鬼塚さん、お願いします。水俣市では空き家バンク制度も導入しており、現在8件ほど の登録している物件があるんですけれども、ぜひその物件を見にお越しいただいたり、先輩移住者の方のお話も聞けるチャンスだと思いますので、ぜひ一度水俣市に足を運んでいただいて、実際に水俣市の魅力を感じていただきたいと思います。もちろん電話でのご相談もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。水俣市から鬼塚さんでした。ありがとうございました。そして大和町の金瀬さん、お願いします。はい、大和町では、山の都地域仕事センターというところが、移住定住の窓口になっております。山の都地域仕事センターにですね、問い合わせていただいたら、私どもが、移住のですねご相談に乗らせていただきます。移住っていうのはとても大変なことだし、人生でですね一大決心というか、まあ、とても大変なことですので、まあ、私どもがですね、相談に乗らせていただいて、まあ、例えば大和町じゃなくてもですね、まあ、親身になって、何らかの、お答えというのをですね、まあ、出していただけたらいいかなと思いますので、まあ、ご気軽にですね、まずは、遊びに来るとかですね、そういった形でも構いませんので、まずはですね、第一歩、ご相談という形でですね、踏み出していただければいいかなと思います。よろしくお願いします。大和町から金瀬さんでした。ありがとうございました。それではそろそろお時間となりましたので、本日の市町村セミナー2回目はこれで、終了させていただきたいと思います。市町村のご担当の方、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでお知らせがございます。今日の YouTube ライブをご覧になられて、熊本に興味を持たれた方はまず熊本移住定住支援センターへご連絡ください。熊本移住定住支援センターには3つの窓口があり、東京はふるさと回帰センター内に、そして大阪は大阪駅前第3ビルに、熊本は熊本県庁にそれぞれ相談員を配置しています。ぜひ最寄りの窓口をご利用ください。また熊本県移住定住ポータルサイトは、熊本の移住に関する情報だけでなく、熊本のあんなことこんなことも掲載しています。熊本
移住で検索してください。その他にも Facebook、Instagram でもイベント情報や熊本の素敵な風景などを様々ご紹介しております。どうぞこちらもご覧ください。